はい、どうも皆さんこんにちは。今回はフランスリヨンについて紹介していきたいと思います。フランスリヨンってどこなのって話なんですけども、こちらになりますね。フランスの大体真ん中あたりになりますね。第二の都市です。して美食の街って言われてます。何が美食なのって思ってちょっと自分も検索したんですけども、食材の産地になんか恵まれてるらしくて、まあ、美味しいものが簡単に手に入るっていうことなんでしょうね、きっと。よくわかんないですけども、パリにいる時にもよく聞いてたんですけども、レストランが多いです。街の規模に対してのレストランの多さって話だと思うんですけども、それは自分もちょっと言って思いましたねっていう感じで、自分の感想をちょっと紹介していきたいと思います。して今偉そうにちょっと言ってますけど、実際に行ったのは1泊2日の、リヨン旅行で行きました。その1泊2日で自分が感じたことを紹介していきたいと思います。してちょっと畳みかけるように言って悪いんですけども、自分行った時バカンスシーズン中でレストランほぼほぼ閉まってました。で閉まってないかいって話なんですけども、皆さんバカンスってご存知ですかね。フランスでちょっとビッグイベントでして、8月ぐらいですかね、だいたい2週間から4週間程度、もう社会的に夏休みですっていう、制度があります。でその制度を使ってうちのレストランも、10日間ほど休み取ったんですけども、自分行ったのが8月9、10だったんですよ。閉まりようが半端じゃなかったですね。8月中バカンスなんで、リヨンに旅行に行く方気をつけてください。リヨンについての自分の第一印象なんですけども、到着してポッとちょっと、街をプラプラって歩いた時に感じたのは、あれなんかそんなパリと変わらないんじゃないかなってちょっと思いましたね。印象的にはまあパリをちょっとちっちゃくしたかなっていうバージョンですね。っていうのもなんか街のこの並びの雰囲気だったりっていうのもすごく似てて、おっしゃちょっとリヨン来たぜっていう感覚ではなかったですね、正直。して自分のこの動画を見てくれてる人の中には、フランスワーホリでリヨンも考えてますって人もいると思うんで、そういう人に向けてもちょっと話すると、まず交通の面で話すると、パリに比べたら圧倒的にいいですね。綺麗ですし整ってますし、複雑じゃないです。何よりも電車の遅れもそれほどありません。電車に関してイライラするっていうことは、市内であればまずはないと思いますね。でフランス語についてなんですけども、絶対に必要になってきますね、こちら。あのね、自分たったの1泊2日の旅行だったんですけども、こんなにフランス語使わなきゃいけないのっていう感じでした。電車のチケット買う時もフランス語使わなきゃいけなかったですし、レストランのオーダーの時も、フランス語で、話しなきゃいけなくなりました。まあ、全部が全部って話じゃないんですけども、1泊2日でもそういう環境になりました。もしフランス語をちょっと極めたいなって思う人がいるんであれば、結構おすすめかもしれませんね。強制的に使わなきゃいけなくなるんで、フランス語を覚えられると思います。もうあとは精神力ですね。どれだけそういう環境で耐えられるかっていう話だと思いますけども、してここから自分がリヨンの中で訪れたところで、ここなんかいい感じだなと思ったところを4箇所紹介したいと思います。まず1つ目、フルビエルの丘になりますね。こちら結構有名ですね。リヨンの観光名所の一つになります。そしてこちらの丘の上にノートルダムがあったりします。まああんまり自分パリで行ってたんで興味なかったんで入らなかったですけども、こちらこの丘の上からリヨンのこの街並みをこう一望バーってできるんですよ。ここに来たら自分初めて、リヨン来たなって思いましたね。この何ですかね、このオレンジのかかるこの屋根っていうんですかね、こうなんかヨーロッパっぽいでしょって思って、まあ、リヨン感っていうか、まあ、ヨーロッパっぽいなっていうのをすごく感じます。してここまで行くのになかなか大変でしたね。ここ結構高いんですよ。全部歩きで行きました。本当はなんかリフトがあって、みんなそのリフトを使ってこうシャシャシャっと上がってたんですけども、自分その存在を知らなくて、もう足の底めっちゃ痛かったですけども、これはなんかもうパリとは全然、違う風景だったんで、面白かったですね。で2つ目、マルシェになります。こちらですね、こちらも結構有名になりますね。こう長くこう連なってるんで、見応えはあると思いますね。ソーセージだったりチーズだったり、まあ野菜、まあなんだかんだっていうのがありましたね。でもこちらなんかどっちかっていうと現地で生活してる人に向けて、安く売ってるよっていう感じかもしれませんね。旅行者的に行ったらなんか雰囲気だけ味わうっていうので楽しむスポットかなって思います。して3つ目、こちらレアルド・リヨンポール・ボキュースになります。こちらですね、海鮮市場に近い印象を受けました、自分は。
だったんですけど、こうマーケットがふわーって広がってて、こちらもあれですね、建物の中なんですけども、ハムだったり、まあ、それこそチーズだったりっていう、まあ、フランスの名産物があったり、まあ、牡蠣とかですね、自分こちらで牡蠣食べました。まあ値段もそこそこしたんですけども、ここなんか結構自分の中でお気に入りのスポットですね。そして4つ目ですね、こちらあの場所っていうよりもあの楽しみ方なんですけども、リヨンの中ではあのハムとかソーセージとかこうちょっと切り売りして、テイスティングしますかっていうなんかちょっと個人店があったりするんですよ。でそういう中に入って、ワインも一緒にテイスティングできる感じになってます。なんでそれとちょっとセットでプロモーションしてるんでどうですっていう感じを、自分一回やりました。これね思ったよりもね良かったですよ。してここ行ったところがあの英語が通じなくてフランス語だけだったんですよ。だったんですけど、あの自分のこのフランス語をちょっと喋って、店員さんもこうフランス語で頑張って自分に伝えてくれるんで、なんかこのやり取りが一番リヨンにいて楽しかったですね。でまあバカンスっていうのもあったかもしれないですけども、どっちかというとリヨンはパリよりもやっぱちょっとちっちゃめの、地域なんで、もっと人との関わりが密な感じがしますね。でちょっとちっちゃいお店とかも結構あるんで、そこで気軽にお店の人とこう話したりとかして、仲良くなるっていう感じは多かったですね。でたまたま自分食べてる時に、お客さんが入ってきたりとかしても、これおーどうよ元気がみたいな感じで、もう全員が全員ほぼ、そういう会話してましたね。はい、リヨンに関してはこんな感じで、終わりたいと思います。そして次に一応シャモニー、について動画開けたいと思いますね。こちらちょっと登山とか関係ですかね、アウトドアする感じで有名な場所なんですけども、自分こちらでモンブラン初登山しました。そんな感じの話も含めて、次の動画上げたいと思います。そしたら皆さんまたバイバイ。そしたら皆さんまたバイバイ。噛んでるし。